下の先に階段があるので上がってきてください。よし、行くぞ。その気合、何？娘どもここに整列。はあ、うん、ああ見た顔だな。あ、どっかで会ったか。まあいいか。よし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。おひー、ん、いいの、いいの。どのおなごにしようかな。おひー、おひー、お前にしようかな。それともお前かな。おひー、決めた、決めた。今日のお嫁ちゃんは。今日の？努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ。ゲス野郎。あ？おい、今の誰だ？お前か。いいね、いい。その跳ね返り、へし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわっ、おい、拒む仕草がういの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃ、よっしゃ。お前どっち？俺どっち？さあ、子猫ちゃん、俺の胸へカモン。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。おひー、よく見るとかわいいの。寄るな。おひー、これは進路線、たまらん。これはなんだ。気にしない、気にしない。ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。ああ、もっと褒めてくれ。おい、お前ら、お客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。いや、コルネオ様、万歳。だって、お嬢さんが準備はいいかい？準備？それなら、いつでも。ティファ、どう？4人。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。なあ、お前、トリジョロ。何しやがる。エアリス捨てて。くるやろ。
待て。エアリスやる。今の方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してある。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ、急ごう。コルネオの部屋だよね。急ぐんだ。急ぐんだ。古文は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。ほひっ。うん。あああ。男じゃねえか。何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、はあ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ。シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひん、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなんさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒューッドガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺に乗るってわけだ。ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。
正解は教えない。ほひー、ひー落ちた落ちた。進捗はどうだ？タークスが動いています。はい、順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくくりたまえ。ひどい匂いだ。ティファ。クラウド。7番街へ急がなくちゃ。あ。エアリス。巻き込んじゃうね。分かってくれる。どういう知り合いなの？助けられて、助けて、また助けられてる。ん？ごまかしてない？どうして助けてくれるのかな？
見ている。あー、誰？遊んでやる。コルネオが飼ってるのかもな。餌は。コーヒー。ねえ、コルネオの話信じる？プレートを落とすなんてアバランチを潰すどころじゃない。
ミッドガルの危機だよ。シンラカンパニーがそんなことする？コルネオはありもしない計画で俺たちを脅したのか。あいつならやりそう。でも、もし本当だったら？え？万が一ってあるよね。ね、急ごう。何も起こらなかったらそれでよし。でしょ？うん。ティファ！やっぱり下水道とつながってる。どうした？水路をたどっていけば7番街につけるはず。うん、6番街と7番街の下水はつながってるの。迷ったら水路をたどれってね。スラムの心得か。ううん、下水道はアバランチの逃走経路、いざって時のね。入り組んでそうだな。うん、この先に大きな水路があるんだ。まずはそこを目指そう。了解。相手はザコだ。前に出るな。
悪くない動きだ。頼もしいでしょ。ここを通るの？真っ暗だね。平気なふりして行こう。ねえクラウド、コルネオの話が本当だったとして、その場合シンラの狙いは何だと思う？シンラの本当の目的、私たちを潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもの。ダメか。あ、合鍵、ジェシーたちが作ってた。水の中にお宝？探すぞ。鍵を探そう。おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔鋼以前の骨董品だ。いくら神羅製でも動いたら奇跡だな。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。
簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない？迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。一瞬で終わりだ。楽勝。オッケー。あ、いや、おい、いらした。シュン。飛んでけ。消えろ。やっ、くらえ。やっ、お疲れ様。先に渡って様子を見る。ダメ、最悪の事態考えちゃう。気持ち分かるよ。7番街の破壊なんてタッチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。何か知ってるの？え？
ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。と、エアリス、来ていいよ。わかった。よっ。クラウドも。行こう。うん。最悪の事態？うん。どんな未来でも変えられるよ。私、そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街、守ったら。守れたら、上で買い物、どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？なんでもない。悪いな。いえいえ。
まり前に出ない。じゃあ後ろから追い打ちだ。次に備えろ。うん、分かってる。相手はザコだ。決めちゃおう。じゃあ、あっち終わりじゃない。当然の結果だ。すぐそんな総力すればでしょ。消えろ。まだまだ行け。水巻き、ここで仕掛ける。当てる。やっ、進むぞ。ここは任せる。当然の結果だ。この水、なくすか減らすかできないかな。あ、これ見て。店の貯水槽に同じようなパネルがあったよ。流れる水の量を調節するの。なんでも屋さん、どう？排水、これだな。失敗？故障らしい。赤いランプは排水パイプの詰まり。手動ポンプでゴミを押し流してくださいって。私、店でやったことがあるよ。よし、俺がやろ。エアリス、ついてきてくれる？クラウドは他のエラーが出ないか見ていて。いや、俺が。力の差がありすぎるとダメなんだ。すぐ戻るから。Thank you.
違うな。これはもっと本格的。頑張ったよね。うん。俺の仕事。私の仕事もある。よし、行ってきなさい。
進むぞ。ようやく上行けそう。近い場所に出ますように。はっ、当てる。行け。追い打ちだ。行け。邪魔だ。見せろ。かき回して。そこ。制裁が決まった。誘導工作を開始する。上の連中は何考えてんだろうな。反乱分子は徹底的に叩く。うちは昔からそうしてきた。全部潰れちまうぜ。今さら前輪踏むなよ。ただの巡回だろ。行こう、7番街へ。